牧草地の聖母は、正規ルネサンスのイタリアの初期ベネツィア派の画家、ジョバンニ・ベッリーニが1500年から1505年頃に制作した絵画である。油彩。ベッリーニ後期の傑作の一つで、美しい風景の中で牧草地に座っている聖母子を描いている。制作経緯は明らかではない。マルコバ最低の作品と考えられていたが、1928年に、 ベッディーニの研究で知られるドイツの美術史家ゲオルク・グロナウによって最初に貴族が改められ現在ではベッディーニの作品として一般的に認められている保存状態は悪く元々は遺体であったが1949年に元の指示体からキャンバスに移し替えられた現在はロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている聖母マリアは草が茂った 牧草地の地面に座り、目を閉じて、膝の上で眠る幼児キリストを崇拝している。聖母マリアが幼子キリストを抱きながら、地に座る姿を描いた、健常の聖母タイプの聖母子像だが、幼児キリストが眠っている点に特徴がある。ベッディーニが地面に座った聖母像を描いた例は他に知られていない。聖母は、青色のローブによって安定した三角形を、 形作っており、静けさと落ち着いた感覚を生み出している。祈りを捧げる聖母は、優しい仕草で、両手の指と指を合わせて、楕円形の形を作っている。この形は、聖母の顔や髪の生え際の線を反映しているかのようである。さらに幼児キリストを見下ろす、頭の角度は、右手の曲線を反映している。この聖母の頭部の右方向への傾きは、 彼女の体が作り出す安定した三角形のシンメトリーに唯一動きをもたらしている。眠る幼児キリストを礼拝する聖母、マリア。ベッディーニは絵画の意味を高めるために背景の風景を利用した最初のイタリアの画家の一人だった。無言で静止した聖母とは対照的に背景に広がる風景にはいくつかの動きが見出せる。青空に浮かんだ様々な形の雲は 天候の変化を感じさせ、ポプラの木々は風に揺れているように見える。画面右の牛たちは頭をこすり合わせ、腕を後ろに回した牛飼いはゆっくりと土地を振っている。また画面左側では翼を広げた白い鳥に対して、蛇が一角している。この奇妙なディテールは、ローマの詩人、ウェルギリウスの農耕誌の一節をほのめかしていると考えられている。そこでは、ブドウの苗を植えるのに、 最適な季節の一つとして、春が挙げられ、蛇の憎むべき敵であるコウノトリが飛来する季節として、歌われている。おそらくベッリーニはウェルギリウスに基づいて、キリスト教的なワルの象徴としての蛇と、それを捕食するコウノトリを描くことで、善と悪の闘争を暗示している。他にも、画面右端の古典的な祭壇と、羊、画面左上の樹木の枝に止まって動かない。 ハゲタカなど風景の背景のいくつかのディテールもまた象徴的である。後者はおそらく死を象徴している。淡い輝きを放つ澄んだ光は季節が春であることを示唆している。ベリーには光が物体や自然界の見え方にどのように影響を与えるかを注意深く研究したヤンファンエークやディル・クボーツなどの北方ルネサンスの画家たちによって描かれた。 ベネツィアの祭壇画に触発されたらしい。死んだように眠っているようじキリストは、ゴルゴダの丘で卓形に処された後に、十字架から降ろされたキリストの遺体が聖母の膝の上に横たわることを予見している、可能性がある。少なくともベッディーニが、ピエタないし、哀悼の図像を鑑賞者に思い出させることを意図した、ことは確かと思われる。その上でベッディーニは、 絵画の中に満ち溢れる希望をも歓喜させている。風景の中に表現された春は自然が再生し、キリストの復活を祝う復活祭の季節である。この時代は激しい宗教的感情を引き起こす絵画に対する需要があり、ベリーには神聖な人物と鑑賞者の個人的な結びつきの強化を目的とした風景を通じてこれを達成している。絵画は 肌の色など絵の具の損失に苦しめられており、ディテールのいくつかは薄くなって、下の絵の具層が透けている。ナショナルギャラリーは、1858年に、イタリアのファエンツァの画家アシル・ファリーナから、マルコ・バサイティの作品として購入した。かつては、ベッディーニの助手、または追随者に帰属していた。ニューヨーク州オニオンタのイエーガー美術館に、ベッディーニの工房作の、 小さなバリアントが所蔵されている。ベッリーにはしばしば眠るキリストを礼拝する、聖母像を描いた。ありがとうございます。